神事で使われる、村海船の模型神明神社の三船神事は、静岡県牧野原市細江の神明神社で10月17日の霊祭時に催される神事。海運交流と、海上安全を祈願する神事で、白装束に身を固めた八名の船若種と呼ばれる、青年によって八百国船の模型が担がれ、荒海に見立てた境内に船でする。 さらに四十人ほどの青年がこの船のへさきやともを激しく上下させる。やさあ、コラサーの勇ましい掛け声に合わせて豪快に寝る。近在で行われている同様の三船神事に比べてその荒々しさは随一である。模型船の出航準備の時に三船神事の歌が歌われる。この歌は、きやりとくどきからなり、音頭出しと呼ばれる歌い手と、 船若手を含む受け手で交互に歌われる。三船神事の歌和船の構造に造形が深い、役員により、船の修復と、お船神事における船の準備が行われる。このまま毎朝、競林の発祥の地である津島様付近の竹藪の、目だけの方を午前中に採取し船に飾り付ける。例祭10日ほど前から統計林コミュニティセンター、 出来やり、くどき、受け、お船練りの練習を開始する。本来は、霊祭前日、現在は、前々日にお船関係者全員で、柱起こし、ほあげ、練りの総練習をする。見船関係者は、霊祭前日系の海水で身を清める。みそぎの海水は、前浜海岸より取水し船に備えた後関係者に、配る。この海水を風呂の水に入れ身を清める。 船若手は、霊祭当日屋台を先導し、お船を神明神社に運び入れ神事の準備をする。船若手は、白装束に身を固め、神谷の井戸の清水で身を清める。お船は刃先を拝殿に向け、柱を倒し、拝殿の前に据えられる。お船周りに、船若手拝殿向きって左に、音頭出し受け手が並ぶ。 木あり歌が始まり、音頭出しと受け手とで、出航準備ができるまで繰り返す。この間に、船集により船の柱をこし、帆上げが行われる。キありが終わり船は荷重によって担がれたお船が海に、見立てた境内に出航する。担ぎ手8名練り手20名の30人程度で海に、見立てた境内に乗り出す。 境内で荒海に乗り出すお船をもし若獣が二回寝る、穂先を上げるときに、ヤサー穂先を下げるときに、コラサーの掛け声をかける。休憩。港に帰る船をもしさらに二回寝る。お船が寄港して H に戻され、連の終了。新時終了。